こんにちは。今オリンパスさんのマーガレットの刺し子付近を刺しているところだったので、ちょっとおしゃべり動画を撮っていこうかなというふうに思います。多分前回の時に縦を刺してたのかな。そうで、ひとまずね、このマーガレット上と下の部分をね、マーガレットにして、中央の部分ちょっと違う模様にしようかなと思ってたので、今こんな感じになってるんですけれども、縦と横、マーガレットの部分の縦と横を刺して、今ちょっと斜めのところを刺しているところです。ここね、ちょっと斜め刺しつつやっていこうかなと思います。ちょっとね、暗くなってきているので、途中で電気をつけるかもしれないんだけれども、まあ、まだ大丈夫そうだから、今のところはひとまずこの明るさで自然光で撮っていこうかなと思うんだけども、ちょっとね、ほんと暗くなるのが早くなってきましたね。これからどんどんね、日が落ちるのが早くなっちゃうからね、ちょっと撮影がしづらくなるんじゃないかなと思って、去年もね、この冬の時期どうしようとか思ってたんだけれども、まあちょっといろいろ工夫しながらできたらいいかな。なるべくね、糸の色が見えやすいように自然光で撮るのが一番いいなとは思っているところなんだけれども、まあおしゃべり動画ぐらいだったら、お部屋の電気で撮ってもいいかなとは思ったりするんだけれどもね、おしゃべり動画はどちらかというとこう話す方が、まあ、メインになるから、あんまり画面見なくてもいいかなと思っているので、まあそんなところなんですけれども、私おしゃべり動画といってこういう感じでなんかおしゃべりしながらこう撮影してるんですけれども、なんか皆さんが一緒にこう手芸したりするときに、まあなんかラジオ感覚で聞いてもらえるようなものができたらいいなと思って撮っているので、なんか皆さんもね、一緒にお好きな手芸、まあ、刺し子だったり刺繍だったり編み物だったりね、これから冬だからね、編み物がはかどるかなと思うんですけれども、まあそんな感じでお好きな手芸をしながらだったりとか、もしくはね、家事しながらとかだったり、そう、ちょっと前にね、ゲーム熱盛しながらおしゃべり動画聞いてますって言ってくださった方もいらっしゃってね、なんかそんな感じで皆さんお好きなことをねしながら、こうのんびりラジオ感覚で作業 BGM 的な感じで聞いてもらえたらなとは思って、おしゃべり動画を撮ってます。そう、結構ね、おしゃべり動画も増えてきて、まあ、私が勝手におしゃべり動画って呼んでるんだけれども、おしゃべり動画も数がね増えてきて、今60くらいになったかな、この間ので。そう、再生リストに入れているので、まあ、もし何か気になるテーマのものがあれば見ていただけたらなというふうに思います。もう時々ね、古いおしゃべり動画にもねコメントをいただいたりして、そうだから前のも見てもらえてるんだと思ってね、ちょっと嬉しいです。ありがとうございます、たくさん見てくださって。今日はね、そうそう、まあ、ちょっと途中でまた別の話もするけど、前回のしゃべり動画の時にね、すごくね、皆さんから温かいコメントをたくさんいただいて、なんか嬉しかったです。ありがとうございました。前回の時ね、ちょっと、まあ、ライブ配信したなんか失敗というか、こう反省点みたいな話をしたんだけれども、まあこれからね、改善していけたらいいなと思うんですけれども、やっぱり何でもこう数をこなすことかなとは思ってきました。私ライブ配信まだ前回のライブ配信が7回目だったんですけれども、まあ、まだね、まだ7回しかしてないから、こうなんていうのかな、経験を積み重ねてねいかなくちゃなと思うんですけど、そう、私おしゃべり動画も今はだいぶ慣れてね、こんな感じで自分的にもこう気軽な感じで気楽にっていうのかな、なんかこう楽しんでおしゃべり動画はね撮影できてるんですけど、やっぱりそれってもう60回もさ60本もあるから、その経験っていうのかな、なんか回数を重ねたからこそ、こうしゃべり動画撮るとき自分もそんなに緊張しなくて、なんか楽しんで撮影できてるから、ライブ配信もね、そんな感じで数回数重ねていって、まだほら10回20回じゃそんな慣れないよと思ってさ、ライブ配信もさ、いつかさ、もういっぱいやって50
50回目のライブ配信ですみたいになった時にはきっと慣れているんじゃないかなと思ったりするのでね、まあ何でも数なんていうのかな、継続は力なりみたいな、なんていうのかな、そういう、まあ、自分の中での回数を重ねていって経験値を高めていけたらなとは思っています。そう、おしゃべり動画もやっぱ最初の頃緊張してたもんなと思って、なんか古いおしゃべり動画を聞いたらさ、私声が全然違うんだよね誰これみたいな、なんか声のトーンが全然違った、なんかすごく低い感じでつらつら喋ってて、話し方もなんかあんまり抑揚がないしさそれに比べたらこうなんか今は撮る時も楽しいし、おしゃべり動画撮ってて、まああとね、皆さんからリアクションいただけるのが一番楽しいんですけれども、それでこのおしゃべり動画アップしたらまたみんなと交流ができるっていうところがあるからこそ自分も楽しんでねやれてるんだろうなとは思うんですけれども、だからね、そんなこと感じでまた、まあ、ライブ配信もね経験を積み重ねていけたらなと、なんだろう、そう、おしゃべり動画撮るみたいに気軽な感じで、チャレンジするといいんじゃないですかみたいにね言ってくださった方もいてね、本当にそうだなと思って、なんか、ライブって思うとね緊張しちゃうから、ちょっとまあリラックスして気軽な感じでチャレンジしていけたらなと思うんですけどね、まあ、なるべく月に1回はチャレンジできたらなと思うので、またまあ10月来月ぐらいかな、まあ、もしかしたらね、回数を増やしていくかもしれないけど、今のところまだなんかすごく緊張するので、そう、ちょっとね月1ぐらいかなとは思うんですけれども、そのうち増やすかもしれないけどね、やっていこうかなと思います。ちょっと斜めはね難しいな私、もう前おしゃべり動画に斜めは向かなかったかもしれないな、前にこのセリアの刺し子付近の井戸枠をアレンジしてマーガレットを刺すという動画があるんですけれども、その時にね刺し方というか詳しく紹介してるけれども、これをこれにした時のね、で私斜めを刺す時になるべくこう裏に斜めの糸が渡らないようにしたので、布と布の間に隠してるところが多いんですよね。このここの中心だけ斜めは出るようになってるから、ちょっとね今刺しながら布と布の間に通すところが多いから、ちょっとね集中しないとこれに私あんまり布と布の間に通すのねやっぱ難しいからね、喋りながらできるかな、ちょっとひとまずやってみるかそれでちょっとこのままやっていくけどね、今日のおやつも紹介しとこうかな。これは前と一緒かな、豆乳サンドビスケット、カルディの豆乳サンドビスケットのハロウィンバージョンでね、メープルの味が出てるんですけど、すごくね香りがいいんですよね。あとね飲み物は飲み物は無印良品のレボスジンジャーチャイです。最近無印良品に行けてないから、ちょっとレボスジンジャーチャイがなくなりそうなんだけれども、あとね無印良品の紅茶クッキーが美味しいよって教えてちょっといただいたので、それも次行ったらチェックしてこようかなと思ってるんだけれども、無印良品でルイボスジンジャーチャイも買わなきゃなと思って、あとお風呂のねスポンジを棒付きのタイプの無印良品のスポンジ使ってるんだけどもね、あれのお風呂のスポンジの棒の部分がちょっと壊れちゃったので、今棒がね壊れた状態でお風呂掃除してるからちょっと大変なんだけれども、だから無印行かなきゃいけないんだけど、家の近くじゃないからねちょっと遠いから、そっち方面に出かけるときになんかまとめて買い物いろいろしないと、なんかせっかく行くからと思うんだけどね、他にもなんか買うものリスト作っとかなきゃと思って、なんか無印おすすめがあったらよかったら書いておいてください。今度無印行くときにまとめてチェックしてこようと思うけれども、ちょっと暗くなってきてるね、やっぱりちょっとカーテン閉めようかな、やっぱりこう暗くなってる感じだったので電気をつけました。やっぱ色味がね
どうだろうね、こういうほら赤色の色味とかが自然光で見るときとやっぱり違って見えたりするからなとは思ったんだけれどもね。ちなみに、あ、最初に紹介しといたらよかったな。今あの使ってる糸はね、湯沢屋さんの刺し子糸の112番エンジ色ですね。これね、40メートル入って税込みで102円ぐらい、すごくねコスパがいいからね、湯沢屋さんの糸を使うことが多いんですけど、あとまあ太さが結構太めだから、こうなんか画面上でお見せした時に見えやすいかなっていうのもあって、まあ一番はねコスパで選んでるんですけれども、これね、この色私好きでね、もうリピート、もうすでに 40m も使い終わって、これ2かせ目かな。あの他にもね、いろいろこの糸好きで使ってるからね。でもまたなくなりそうな感じするからね、これも追加で買いたいなとは思ってるところなんだけれども、で今マーガレットね、オリンパスさんのマーガレットはこの動画を撮影するときに、アレンジするとき用に勉強用で買ってたものだったんですけど、それをねずっとあのクローゼットの中に眠らせてたからね、ちょっとこれ使おうかなと思って出してきてるんだけれども、それでまあせっかくだからなんかちょっとアレンジしようかなと思って、それで寄せ模様みたいにしたいなと思ったんですよね。だからね、上の部分と下の部分をマーガレットにして、ちょっと真ん中違う模様を入れようかなと思って、で私前にあのホビーラホビーレさんのこの寄せ模様ひし形というものをね、これもおしゃべり動画で撮影しつつ刺し進めていっていたものだったんですけど、これをね刺した時に私この寄せ模様っていうのがもうすごく気に入って、寄せ模様ってホビーラホビーレさんのあれかな、商標登録かな、一般的に言うかな、なんか分割模様とか言ったりしますよね。これ私好きなあの阿弥陀彩子先生のこれがね36分割っていう風に呼ばれてるから、分割模様って言ったりもするのかな。だからまあこれだと一応大きく分けたら3分割か、3分割模様とか言うかな。まあちょっと私この寄せ模様っていう響きが好きだから寄せ模様って思ってるんだけれども、この寄せ模様の感じがね好きだったから、いろんな模様入れてやりたいなと思って、これもちょっとここ真ん中に違う模様入れて寄せ模様にしようと思ってるんだけれども、でそうそう、それのイメージ的にはね、この近藤ひろ子先生の嫁入り道具の花布巾、ここにねこれがこの感じがすごく好きで、これはまあ3分割か、これがね、なんて名前だったっけな、これはね親亀子亀って書いてありましたね、本の中に。でこれが多分変わり浅型紋でいいと思うんだけれども、このあのセリアさんの変わり浅型紋と同じ模様じゃないかなと思ってるんだけども、あ、でもちょっと違うか、これなんだろう、この本の中に載ってました、角朝の葉だって、角、あ、ちょっとピントがあまり近づけると映らないかな、とこれがね、この下の部分がこうね、亀甲模様の応用で六文線刺しというものだそうですね。模様がいっぱいあって難しいね、ちょっとまだまだ勉強不足だなと思っているところなんだけれども、ちょっとね模様もねいろいろ覚えていきたいなと思ってるんだけど、あ、こんな感じで3つね、私ちょっとね、中央のところもう少し迷ってるんだけれども、どんな模様にするかで、どんな模様を入れるかでね、いろいろ模様の方も見ているところではあるんだけれども、これがね一番たくさん載ってて、これ92種類も載ってるからね、まあ、この中からパラパラめくってどれにしようかなとか見たりとか、あとねこれも70個ぐらい載ってるので、と模様刺しと一目刺しとね、あとね、これはね、あの吉田栄子さんの古い本になるんですけれども、1981年かな、発行だったからもう40年ぐらい
前の本になるのかな。これにもね57種類ぐらい載ってるから、まあ、この中からねどれにしようかなって、まあ、私本もねパラパラめくりながら見るのも好きだから、まあ、悩むのも楽しいんだけれども、たくさんありすぎるって逆に悩むなと思ったりもして、そう決めるのがね難しいですよね。こう自由だからさ、こう選択肢が無限にあるとすごく悩むなっていうのがあってね、なんかこれそうそう、私寄せ模様の時、このさっきのホビーラホビーレさんの寄せ模様を指している時にもおしゃべり動画で話したかなと思うんですけど、私この時はね色をどうするかですごく迷ってたんですよ。もう模様は決められてるので、なんかねこのミックスの糸を中心にして、これ多分色選びとなんか色選びと糸の収納かっていうおしゃべり動画をね撮った時があったんだけれども、その時に色の選択の話とかもしてたんですけど、で差しつつね、まあ、どこかのおしゃべり動画で喋った色の選択ですごく悩んじゃって、この書く場所をねどの色にするかっていうのがあって、で私この話したんだけど、あのなんかさベストな選択っていうかな、もうこれが一番いいだろうみたいな、こう絶対これがいいっていう、なんかさなんていうのかな、ベストな選択をしようと思うとかなり迷っちゃうんですよね。ああでもこうでもないみたいな、で結局刺してしまって、ああやっぱりこっちが良かったかもみたいなさ、なったらショックじゃないと思うと悩みすぎて、なんかどの色を選択していいか分かんなくなっちゃうみたいな、なんか色もさたくさんあるとさ、どれを使ったらいいかが分かんなくなってきちゃって、なんかめちゃ悩んじゃうんだけれども、なんかそうじゃなくてベストな選択じゃなくてベターな選択をした方がいいって思ったみたいな話をしたんだけれどもね、なんかベストっていうのはもうこれが一番いいみたいなベストじゃないですか。でもベターな選択だったら、まあこっちとこっちで比べるんだったらこっちがいいかなみたいな、なんかそんな感じだから、っていうのもあって、なんかあんまりベストよりもベターでいこうっていう精神で最近はやってるんですけれども、だから今回の寄せ模様もなんかあんまり自分でねこの中の模様どれにしようって、なんか絶対これがベストだみたいな風にしちゃうと、もう悩んでね模様が決まらないから、もうベターな選択でいこうと思って、なんかまあこれだったら悪くないかなぐらいの感じで決めようかなとは思ってるところなんですけどね。でまあそれで今日話したいことが、この話面白いと思ったのがあったからね、それに付随して話すんですけれども、なんかねジャム理論って聞いたことあります？ジャム理論、ジャムの法則、なんかいろんな言い方があるらしいんですけど、なんかマーケティングの話とか、 なんかビジネスの話とかで使われたりするものなんですけれども、ジャム理論っていうのはね、これは海外のねスーパーマーケットで実験をした話になるんですけれども、ジャムのね試食を2パターン用意したんですよ。1つは6種類のジャムを準備して試食してもらって、それが買ってもらえるかどうかみたいな。でこっちは24種類のジャムを準備して買ってもらえるかどうかっていう、購買率を調べるっていう実験なんですけど、6種類のジャムとね24種類のジャムがあったら、24種類のジャムの方がたくさんあるから、いろんな方に自分が好きなものを選んでもらえて買ってもらいやすそうだなって思うじゃないですか、たくさんあるから。だからこの6種類の方はその購買率が 30%、 試食した人の中の 30% が変わっていったんだけれども、こっちの24種類のジャムの方は試食した人のうちの 3% しかジャムを買わなかったっていう実験があるらしいんですけれども、なんかそこから何が言えるかっていうと、なんかねその人って選択肢がたくさんあると結局悩みすぎて決められないっていうことになるらしいんですよ。ジャム6つぐらいだったらその中から自分が好きなものを選べるんだ、まあ、買いたいって思うものを選べるんだけれども、24種類もそんなにたくさんありすぎると人は悩みすぎて結局買わないっていう選択をするらしいんですよね。なんかそれでさ、私もこの刺し子の本さたくさん見てるけれどもさ、たくさんありすぎて決められない状態に今ちょっと陥っていて
それいけないなと思って、だから決めたんだけれどもこれ中央はもう一目指しにしようって決めたんですよね。一目指しの模様にしてって決めたら、一目指しって模様指しと一目指しってたくさんあるから、その中で選ぶの難しいけど、一目指しだったらまあ種類が少ないからその中で決めようかなっていうふうに思ってます。まあ、せっかくちょうどここね縦と横の線があるからさ、一目指しで刺す方が楽なんですよね。なんかそんな感じで、なんかそうそう、だから人ってさ悩むよねと思って、だからある程度なんか他人に、なんか誰かにこれがいいよって決めてもらう方が楽な時ってありますよね。だから多分手芸のキットって売れるのかなっていう気もしてるんですけれども、まあ、手芸ってさ、100人いれば100通りのなんていうかさ、自由なものが出来上がるけれども、でもそうするとやっぱり自由がゆえに悩むとか、何を作ったらいいか分かんないってなっちゃうけど、手芸のキット買えばさ、もう色も決められてるしデザインも決められてるし、そういう点でいいんだろうな。だから私もきっと買うの好きなのかなと思ったりもしたんだけれども、そう、なんかね、人は選択肢が多くなりすぎると、その選択することにね手間暇がかかってしまって、結局なんか決定できないみたいなのに陥るらしいんですよねだからね、あとね、私もう一つ思ってるのが、その中の模様のことでね、その一つそう、でも自分で今選択肢増やしちゃってるけど、ここ中をね3つ入れようと思ってるんですよねそう、なんかこの3分割じゃなくて、この中心に3つ模様を入れて、だから結局5分割みたいになるんだけどでもということは3つ私は今から模様を選ばなきゃいけないんだねちょっと大変そうだけど、まあまあちょっと楽しくやっていきますので中はねまだ決まってないからね、どうするか迷い中なんだけれども、まあもしよかったら何か参考にしていただけたらなとは思ってるので、なんかねちょうどたまたまだと思うんだけど、他の方もね、ちょうどオリンパスのマーガレット待ってますっていう方もいらっしゃったから、まあもしマーガレットねそのまま刺してもいいし、全然真似っ子というか同じように私が今からする5分割で一緒のものをね刺してもらってもいいので、何かね参考にしていただけたらなと思うんですけれども、まあちょっと私自分のなんていうかな、独断と偏見でここの3つは選ぼうと思ってるから、まあベストなね選択じゃないかもしれないけれども、まあベターな感じでこれ好きだなみたいなのを私は入れていこうと思ってるので、何かねまたそこも参考にしていただけたらなとは思うんですけれども、あとほら糸の色をね変えるだけでもまた雰囲気も変わると思うし、私と同じじゃなくてもね、ちょっとこう色を、私は赤で刺したけれども、これ私が作るものの紺色バージョンで作っていただいてもいいし、同じ赤にしてここの模様をちょっと変えるとかでもいいと思うし、まあ、はたまたも全く自分で選択するの億劫だなっていう場合だったらね、もう全く一緒のものを作っていただいても全然 OK なので、なんかそんな感じでね、そう、選択肢がねたくさんあるっていうのは大変なことらしいのでそう、なんか自分でねある程度まあ選択を絞ってやっていけたらなと思うんですけど、そう、なんかさ、夏休みの宿題の読書感想文とかもそうですよね。何でも好きな本の読書感想文書いていいよって言われるよりも、なんか課題図書が決まっててさ、この3つの中から選んでその読書感想文書いてくださいって言われる方がね楽だったりしますもんね。かね、それをちょっと思い出して今日私選択肢がいっぱいで悩むなと思ったんだけれども、ある程度自分の中で縛りを決めてね、なんか模様を決めていけたらいいなと思ってますが、次の時にちょっと中のご紹介がそこまでには決められるようにちょっとねしていきたいと思います。あと今このマーガレットと並行して刺してるものがあるんですけれども、これね、サイコロ崩しという模様になるんですけれども、これさらしに図案をこのチャコペンで引いてチクチクね刺しているところなんですけれども、この本を使ったんですよね。刺し子の花付近実物大図案10というもので、これ多分本を紹介するっていう動画で紹介したかな、10冊なんか今持ってる本を紹介しますみたいなもので紹介したんだけれども、
これがね、あの実物大の図案がこのように入っていて、これをそのままなぞるだけでいいので、めちゃくちゃね楽ちんでした。そう、これで今刺しているところなんだけれども、これはね、あのおしゃべり動画で紹介したかな、前の時に。インスタとブログにはあの写真載せてるので、まあ、もしよかったらあのこのなんか写した時の話とかも書いてるんですけれども、この写すのがねめちゃくちゃ楽ちんだったから、この10種類でまた少しずつ刺していけたらなと思ってるんですけれども、これでちょっとその運針の練習もしつつなんだよね。ここで自分でこの針目を決めていかなきゃいけないから、だいたい10目ぐらい入れるといいみたいな本に載ってたんですけど、なんかその時その時で9目だったり11目だったりしてるんだけれども、まあわりかしいいかなと思ってるんだけどね。裏がこんな感じで、これもね楽しくちょっと進めていきたいなと思ってるんですけれども、これも完成したらどっか動画で紹介しようかな。この日だまり刺し子糸をね使いながらやってるんだけれども、まあ、そんなところでちょっとね、この斜めが終わったら真ん中入ろうとは思ってますので、どんな模様になるかまた次のおしゃべり動画でねお話ししたいと思います。はい、最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。皆さんも何か進みましたか？よかったらねまた教えてください、進捗状況とかね。引き続きね、あの楽しく差し進めていきたいと思います。よかったらこの動画が良かったよと思っていただけましたら、グッドボタンを押していただけますと動画作成の励みになりますので、グッドボタンで応援もどうぞよろしくお願いします。またご意見ご感想などもねお気軽にコメントください。いつもありがとうございます。楽しく読ませてもらってます。またそれでは最後までご覧いただきどうもありがとうございました。